はい、皆さんこんばんは。ホワイトビーズ深夜放送なんですけども、すいません、あまりですね、声が、出なくなってしまいましてですね、もう家で休んでるんですけども、どうしますか、なんか笑ってますけども、はい、今日いらっしゃっていただいた方、皆さん本当にどうもありがとうございます。で、今日来れなかった方もですね、あとユーストリームとで、ご覧いただいていた方も本当に皆さんありがとうございます。今日はですね、本当寒い中、ですね、バイクで来てくれた人もいればですね、私のようにですね、車で来た方、それから新幹線で来てくれた方、本当に遠くから皆さん本当にありがとうございます。近くの方もありがとうございます。はい。で、今日はですね、予想をはるかに超えてですね、最初は10人ぐらいかなと思ってですね、55人の、来客をいただきました。本当にどうもありがとうございます。ゆくゆくは今年は、初年度の抱負でも言ったんですけども、100人を目指しておりますので、それもですね、行かなきゃいけないっていう感じで来るんじゃなくてですね、やっぱ行きたいなと思えるような形でですね、何かしら、皆さんとつながれたらと思いますので、次回はですね、2月の17日曜日を、はい、予定いたしております。で、内容はバーベキューか何かをちょっと考えているんですけども、社長が来たがってますね。考えてる。ちょっとまだ場所とか内容とかについては未定です。今後、また告知をしていこうと思いますので、はい。本当に京都とかですね、愛知とかですね、富山から来てくれた方もいたりして、本当にありがとうございます。今後、今年1年ですね、どうぞ本当によろしくお願いします。皆さん、本当に今日はありがとうございます。